横浜市旭彦のラジオネームクリリンさんからです。日曜日甲子園に観戦に行ってきました。<お>日曜日は最高でした。鳥谷選手の猛打賞に糸井選手のツーランホームラン、そうそう福留選手もロサリオも打ったし、梅ちゃんナイスリードだったし、負ける気がせんわーな試合でした。いやほんま。亀山さん、はい、ロサリオは上がってきますよね。うん、もっとでかいのが見たいのですが、これからですよねといただきました。そう。もう上がってきます。 ほんまですかえ、言い切りましたよ。と信じます。<laughs> うわ、保険かけた。保険かけた。<laughs> うーわ、あの、ちょっとあの、スライダー、外の止まらないんですかあれ。今ね、だから、その、多分ですよ。はい。彼一番あそこのまっすぐが好きなんですよ。ああ<ー>。アウトロー甘めのまっすぐが。はい。うん。あ、だから得意なとこと苦手なとこがもう、もう同じ、うん、ところに。すぐ近くにあるってよく言うんだよね。 <あ>はい、そうですか。だから、あそこのスライダーを手を止めてしまったときに、ま、うん、っすぐでズバンとストライクを取られた時のやられた感が強いから、はい、シーズンの最初ってことを考えたら、あやつはここ振り続けるぞっていう、うん、要するにデータを相手に出しとくことも大事なよねうん、うんで。大事なところでピタッと止まればいいわけだから。でもそこにズドーンと来られたらまた手が出なくなったりしないんですか だからそこがドーンと来られないために、今振り続けるんちゃうかなと僕は思ってんねん。あ<ー>あ,<ー>あ、そうか、もうそこにストレート投げる必要ないぞと。うん、スライダーさえ投げ取ったら、そう,そうそう。と思ってるから、それが逆に止まることになったら、ボールボールってなっていくて。イン背景のまっすぐと、要するに真ん中外寄り。うん、ストライクからボールっていうよりは、ストライクからストライクっぽい変化球。うん、っていうのを振ってんねんな。うん。うんうん いやたまーにあんまい、ど真ん中のスライダー来てもうち損じてるじゃないですか。はい、だからちょっとなんかおかしいなと思うて。でも気持ちがそっちへ行ってしまってる気がするね。ええー。それでやはりまだ力入りすぎ、もっとら楽に振っても飛んでいくバッターやのに、うん、で、どんどんなんかこう、体が突っ込み出してる感じがするよね。ええー。うん。手元で拾おうとしすぎてて、ああ<ー>。ブンと振ってしまうバッターやのに、だから、もともと後ろ足動くタイプだけど、はい。よう動く。 動きすぎるぐらい動いてるってことはやっぱり左足、ば右バッターで言う前に体重が乗りすぎてるから、後ろ足がよう動くんだと思うね。うそれはあの先週、グラウンドにバットで線引いて片岡コーチに言われてました。はい、軸足がもうそのもともと動くタイプだけれども、あ,<ー>こうあまりにも動きすぎているから、ちょっと片岡コーチも気になったみたいで、はい、で、あの動くのは悪いことじゃないけれども、はい、あのもうちょっと、 あの、自然にできた方がいいよっていうことは言われてました。うん、ね。だから、スイング行くときに、そのスイングの回転力のときにちょっと足が動くならいいねんけど、えー、もう振り出しから動いてるような感じなので、<ー>やはり下半身の力っていうのがバットに伝わらない、スイングに。ちょっとだから、我々が思ってる以上に、あの、さすがにロサリオも、ちょっとヒット欲しがってきたなっていう。欲しがってます。うん。今。 ただまあ、あのー、監督はやはりロ,ロサリを4番でい、い続けることがやっぱ優勝の一つ条件と思ってるから、はい、今までの外国人選手みたいに、あかん、外すっていう発想は俺ないと思うね、うん。だからとりあえず一回りは辛抱強くやれと。うん。結果も,もうええからっていうところで今やってるように、俺は思うんだけどね。今も一回り終わって、うん、で明日が豊橋でしたっけはい。はい、ちょっと打順下げるとかまだないですか いやー、下げるっていう選択肢もあるけど、はい、下げてしまったら今までの外国人と一緒になるんちゃうかな。で、糸井福留っていうのがロサリオのサイドにいて機能してるのに、わざわざそれを動かす必要があるのかな。手て俺が思うけどね。うん、もし、まあ糸井選手なりで福留選手を4番に入れる。ね。ロサリオが上がってくる。福留選手が落ちる。はい、糸井選手が状態落ちる。一緒のことやから。うん だったら今の打線のままで、ロサ量が上がってくるのを待つ方が、僕はいいのかな。うん、やっぱりなんだかんだ言って、3、4、5のところで点を返していく。うん、で、ここで避けられたり取りこぼした時に、6番、7番の糸原、大山っていうところで、要するにプラスアルファの点を取るっていう野球なので、だから昨日もいい試合やったし、当然。ただ、もともとやっぱりね、7、8点取る。 っていう打線じゃないと思うね。うん。強力打線って言ったら、たくさん打って、たくさん点取るイメージあるけど、はい、いかに効率よく点取るかっていうのも打線の強みなので、うん、まあ、それもあってだと思うけど、やはり梅野選手には、結構バント出続けるよね。結構出ますね。ここ今シーズン。ここは打たしてもいいんじゃないっていう場面でも出てるよね。はい。ってことはやはりあの辺で、バントで送って、ピッチャーのとこでピンチヒッター出して、うん、トップに回すっていう流れを、 シーズン、トータルのこと143試合かな、今シーズン。その中できちっと最後に優勝するための、今もいろんなこう、布石を打ってる状況だと思うんですよ。なので俺はロサリオを後ろに下げて、調子が上がってくるんじゃなくて、4番で上がってくるのをとりあえず待ってるという。お<ー>で確かに我々も、その、黒乙女で見ててもしんどいよ,よ。うん、ロサリオが打たへんから。はい、で、結構淡白な時もあるから。うん。 けど、それも含めてロサリオを信じていかないと、優勝はないんちゃうかなと思ってますんでね。もうそろそろね、甲子園でホームランね、うん、もう実況の方が毎回言うから、もう甲子園初ホームラン出るかみたいな、ね、もうそろそろ。まあ、二カード目に、まあ、今から二周目に回っていきますんで、ね、ええ、これからちょっと期待していきましょう。ね、感じがするよね、ええうん。手元で拾おうとしすぎてて、ああブンと振ってしまうばったいのに、だから、 元々後ろ足動くタイプだけど、はい、よう動く。<laughs> 動きすぎるぐらい動いてるってことはやっぱり左足、右バッターでいう前に体重が乗りすぎてるから、 後ろ足がよう動くんだもんね、うん。うそれはあの先週、グラウンドに、バットで線引いて、片岡コーチに言われてました。はい、軸足がもうそのもともと動くタイプだけれども、あまりにも動きすぎているから、ちょっと片岡コーチも気になったみたいで,で、動くのは悪いことじゃないけれども、あのもうちょっと、あの自然にできた方がいいよっていうことは言われてました。うんうん、ね。だからスイング行くときに、 そのスイングの回転力の時にょっと足が動くならいいねんけど、えー、もう振り出しから動いてるような感じなので、やはり下半身の力っていうのがバットに伝わらないスイングに。ちょっとだから、我々が思ってる以上に、あの、さすがにロサリオも、ちょっとヒット欲しがってきたなっていう。欲しがってます。うん、今。ただまああのー、監督はやはりロ,ロサリオ4番でい、い続けることがやっぱ優勝の一つ条件と思ってるから、はい 今までの外国人選手みたいに、あかん、外すっていう発想俺ないと思うね。うん。だからとりあえず一回りは辛抱強くやれと。うん。結果ももうええからっていうところで今やってるように俺は思うんだけどね。今も一回り終わって、うん、で明日が豊橋でしたっけはい。ちょっと打順下げるとかまだないですかいやー、下げるっていう選択肢もあるけど、はい。下げてしまったら今までの外国人と一緒になるんちゃうかな。うーん。 で糸井福留っていうのがロサリオのサイドにいて機能してるのに、わざわざそれを動かす必要があるのかな手て俺が思うけどね。うん、もし、まあ、糸井選手なのに福留選手を4ばに入れる、ね。ロサリオが上がってくる。福留選手が落ちる。はい、糸井選手がちょう落ちる。一緒のことやから。だったら今の打線のままでロサリオが上がってくるのを待つ方が、うん僕はいいのかな。やっぱりなんだかんだ言って、3、4、5のところで、 横浜市旭彦のラジオネームクリリンさんからです。日曜日甲子園に観戦に行ってきました。<お>日曜日は最高でした。鳥谷選手の猛打賞に糸井選手のツーランホームラン、そうそう福留選手もロサリオも打ったし、梅ちゃんナイスリードだったし、負ける気がせんわーな試合でした。やほんま。亀山さん、はい、ロサリオは上がってきますよね。うん、もっとでかいのが見たいのですが、これからですよねといただきました。そう。もう上がってきます。 コンマですかえ、言い切りましたよ。と信じます。<laughs> うわ、保険かけた。保険かけた。<laughs> うーわ、あの、ちょっとあの、スライダー、外の、止まらないんですかあれ。今ね、だから、その、多分ですよ。はい。彼一番あそこのまっすぐ好きなんですよ。ああ<ー>。アウトロー甘めのまっすぐが。はい。うん。あ、だから得意なとこと苦手なとこがもう、もう同じ、うん、ところに。すぐ近くにあるってよく言うんだよね。 そうですか。だから、あそこのスライダーを手を止めてしまったときに、ま、うん、っすぐでズバンとストライク取られたときの、やられた感が強いで点を返していく。うん、で、ここで避けられたり取りこぼしたときに、6番、7番の糸原、大山っていうところで、要するにプラスアルファの点を取るっていう野球なので、だから昨日もいい試合やったし、当然。ただ、もともとやっぱり七、ね、7、8点取る。 っていう打線じゃないと思うね。うん。強力打線って言ったら、たくさん打って、たくさん点取るイメージだけど、はい、いかに効率よく点取るかっていうのも打線の強みなので、うん、まあ、それもあってだと思うけど、やはり梅野選手には、結構バント出続けるよね。よ<ー>結構出ますね。ここ、ね、出ますね、今シーズン。ここは打たしてもいいんじゃないっていう場面でも出てるよね。はい。ってことは、やはりあの辺で、バントで送って、ピッチャーのとこでピンチヒッター出して、うん、トップに回すっていう流れを、 シーズン、トータルのこと143試合かな、今シーズン。その中できちっと最後に優勝するための、今はいろんなこう、布石を打ってる状況だと思うんですよ。なので俺はロサリオを後ろに下げて、調子が上がってくるんじゃなくて、いいから、はい、シーズンの最初ってことを考えたら、あやつはここ振り続けるぞっていう、うん、要するに、データを相手に出しとくことも大事なよねうん、うんで。大事なところでピタッと止まればいいわけだから。はい、はいうん でもそこにズドーンと来られたら、また手が出なくなったりしないんですかだからそこがズドーンと来られないために、今、振り続けてんちゃうかなと僕は思ってんねあ<ー>あ,<ー>あ、そうか、もうそこにストレート投げる必要ないぞと、うん、スライダーさえ投げとったら、そうそうと思ってるから、それが逆に止まることになったら、ボール、ボールってなっていくて。インハイ系のまっすぐと、要するに真ん中、外寄り、ええ、ストライクからボールっていうよりは、ストライクからストライクっぽい変化球。うん っていうのを振ってんねんな。うん。うん。うん、いやほんでたまーにあんばいど真ん中のスライダー来てもうち損じてるじゃないですか。はい。だからちょっとなんかおかしいなと思うんですけど。でも気持ちがそっちへ行ってしまってる気がするね。ええー。それでやはりまだ力入りすぎ、うん、もっとら楽に振っても飛んでいくバッターやのに、うん。で、どんどんなんかこう、体が突っ込み出してる。